はい、NHK をぶっ壊すということで、令和4年2022年の12月10日ですね。ちょっともう、参政党のことはあんまりやりたくないと言いながら、毎日のようにやってるんですけど、ちょっとあまりにもね、こういうサムネを使って、タイトルを使ってですね、動画を作ってるので、僕も別にこう、ここさすがに吉野さんっていう人がね、これ喋ってる人は吉野さんっていう人なんですが、まあ、あえてするつもりはないわと思ってたんですけど、さすがにまあここまで明確に完全論破というタイトルでですね、出されたんで、一体何を論破してるのかなと思って、ちょっと聞いてみました、これ。おじいちゃんがいて、おばあちゃんがいてとかってやるから、学校じゃないことをやってるわけですよ。まあ、30分、29分ぐらい見ましたけど、全然論破してないんですよ。なよくわからないんですよ。なんか、要は僕の名前出して。払わないでください。振り込みやっちゃってる人は NHK のホームページにして、請求書が。まあ、こうやってね、まあ僕のことを言ってて、全然僕のことを否定してないんですよね。で、ただ、何か我々 NHK 党が自民党と繋がってることについて、いろいろとまあ批判をしてるんですけど、まあ、それはいいです。ちょっとね、このマナー、学び場っていう、この人本当卑怯ですね。確かこのチャンネルの人っていうのは、参政党お辞めになったね、松戸市の大橋宏さんとの対談もですね、これもう完全に参政党の圧力によって消してしまってると思うんですよね。で、まあ、実際この、吉野さんですか、まあちょっと本当びっくりするんですけど、まず選挙違反やめましょうよ、選挙違反。そしたら払わない。わかるでしょ、これ。これでもう解決してるんです。裁判するときは NHK 党が出すんです。だからいいんです。僕はそれで合ってると思います。合ってるんです。私もその点に関しては、立花さんの意見を尊重するし。まあまあ、いいんです。これ、ここは全然いいんですよ。要は、ちょっと僕何を見てほしいかっていうと。NHK は選挙を潰してもらいたいと思ってます。うん。みんながこれ払わないと潰れるんじゃ。ちょっとね、これ。あ、次の問題ちょっと聞いてみようか。はい。生活保護を受けてる人は NHK の視聴料を払わなくていい。これも合ってる。ところが、いわゆるお金がない人、年収が100万円から200万円くらいの人っていうのは払わなきゃいけない。これ2万6000円だそうですよ、1年間。年収200万円の人が2万6000円を払うっていうのはかなりきついですよ。1% 以上だ。で、それを実現するために自民党と仲良くして、ね、岸田さんたちが、ね、来てくださって記念撮影をして、それ YouTube に出したらバブってると、それでこれを少なくとも半分にしてくれませんかって言ったら実現するかもしれない。こうやって、まあいいや、全然ね、吉野さんが言ってること自体はそこまで批判してるわけじゃないので、まずね、吉野さん、これ参政党っていうタスキをするのは違反ですからね。これちなみに公職選挙法の143だったかな、これ違反です。で、もう一つ言うと、この腕章してますよね。候補者、この選挙運動の腕章しなくていいんですけど、斉藤さんっていう候補者が腕章してるんですよ。で、喋っている選挙運動をしている吉野さん、腕章してないですよね。いかに、この人たちが法律のことを分かってないかっていうのがね、まあ、ここ、あからさまに出てるんですよね。要は、選挙運動に関しては、これ、まあ、車の上でやってるんで、この旗に関しては実は問題ないんですが、これ、車に、まあ、ついてる旗なんで問題ないんです。車の上で立ててるのは実は問題ないんですが、このように、弁士がこういう参政党ってつけるのは、これ、完全に、公職選挙法違反です。で、まあ、腕章もしていないので、これも違反ですと。で、ただ僕はそういう細かいことをね、言うよりも、ちょっとその吉野さんには、ダイレクトメールを今送りました。このようにですね、これまあ、参政党のことばっかりやってる、まあ、チャンネルがね、こうやって参政党正論、NHK 党の立花隆を吉野、俊明さんが完全論破と。でこのように始めまして、NHK の立花隆と申します。私に取材もせず、一方的に私の批判を選挙演説されるのは卑怯だと思います。ぜひ一度お会いしてお話しませんかと、送ってます。もちろんね、この吉野さんっていう人は一般人ですから、私のような公人がね、ちょっとまあ、ある意味、
このね、吉野さんとお話しするっていうのは、つうかまあ彼が好きに言うのまでは、ちょっとこれまで感受してたんですけども、別にね、吉野さんの言っておられることを僕初めてこの人の演説今日聞いたんですけど、まあそこまでおかしなこと言ってないので、話し合いをすれば、それなりに、話ができるんじゃないかなと思っております。まあね、おそらく吉野さんは僕の動画もまあご覧いただいているということなので、僕と話したいんだろうなと思いますけど、これおそらくまた参政党は止めるんですよね。おそらく神谷くんがこれを止めるというようになると思います。まあもしね、なんだろう、吉野さんがね、そんなの全く問題ないんだということであれば、ぜひ私に連絡ください。私の電話番号を公開している通りです。このように。08025089347でございます。もちろんね、ダイレクトメールでも結構です。何も喧嘩しようというわけじゃなくて、吉野さんとね、一つ、まあ、部屋でね、例えば、どっかの対談部屋で対談するとかですね、まあ、どうしてもカメラを回してほしくないというんであれば、カメラないところで、参議院会館の方にでもお越しいただければお話しさせていただきます。ちょっとね、なんだろう、僕ね、吉野さんと話をすれば、全然、なんていうのかな、誤解が解けると思いますよ。私自身がやろうとしていることと、吉野さんがやろうとしていることは、基本か、目的は僕一緒なんじゃないかなと思ってて、ただ、自民党を変えてやろうとしているのは僕のやり方ですよね。で、それは、まさに参政党の今事務局長をしている神谷総平さんも、そうしようと思ったわけですね。神谷さんは自民党を変えようと思って自民党に入って、でもそれがうまくいかなかったから参政党というものを作ったわけですから、別に、やり方が、方法論が違うだけで目的は同じじゃないかなと思っています。だからそういう意味でも、しっかりとですね、このように同じ政治を志す者同士、議論を交わすのが一番いいと思うんですよね。なぜかね、ちょっと逃げるんですよ、参政党は。で、このまま、参政党の言ってる主張っていうのは、僕は全然分かってるつもりですよ。おおむねそんなにむちゃくちゃ、やろうとしてることをむちゃくちゃなこと言ってるとは思わないんですよ。大橋弘さんと一緒で。ただ、この参政党を使って、まあ、不正にお金を集めてる人たちがたくさんいると。要は特定商取引法違反をするような人たち、いわゆるネットワークビジネスをしている人たちがここにいてですね、で、騙されて、いわゆる、まあ、ね、参政党という名前に引っ張られてですね、賛成する、いわゆる政治に参加できると思ったけども、それができないというようなこともあってですね、今ね、賛成党相手に裁判しようとしてるんですけども、まあもう裁判すること決まってます。で、まあ、特にこの学び場っていう人、本当ひどいですね、これ。何度も言いますけど、大橋先生、大橋議員との対談を消したりとか、このように、全然立花孝志を完全論破なんかしてないですよ、これの。どう聞いててもね。わからないです。この30分以降にまた僕の話が出てくるのかもしれませんけど、完全論破というのは、対談をして論破したかどうか決めていただけます？例えば私と、ね、高須クリニックの院長の高須さんが対談しましたよね。私と例えばひろゆきくんとかね、対談もしてないのに一方的にその選挙カーでですね、一方的な意見を言って、それで完全論破だというようなことを言うのが、僕は参政党というところで本当危険な、思い込みの激しい人たちだなと思います。まあ参政党がもうこれ以上ね、私もこう悪口とか言いたくないんだけど、これ多分今日の選挙演説なんですよ。だからその吉野さんがこのように私の名前をわざわざ出して選挙運動されるとですね、やっぱり反論せざるを得ませんので、もう逃げるんだったらとことん逃げてください。でこれでもしね、これ以上逃げないとか反論とかっていうことになれば、僕別に吉野さんの事務所とか調べていくつもりもないので、参議院会館の神谷総平さんの部屋に行きますから。立憲民主党のね、今小西洋之さんの部屋に行ったようにね、カメラ回しながら行きますからね。もう本当にひどいっすわ、これ。神谷さんのところに行った方が早いと思うので、そういう形で、
きたいと思います。ただね、こうちょっと挑発的なことを言ってますけど、僕吉野さんとは年もどうも今日調べたら同じ年のようなので、2人で話をすれば結構いろんな合意点っていうかね、むしろ見つかると思いますよ。前向きな話ができると思ってますので、吉野さん、ぜひご連絡をお待ちしております。以上です。 NHK をぶっ壊す。